岡本さん、ありがとうございます。お願いします。では本番いきます。回してください。はい、よーい。するとカカオの華やかな香りと程よい苦みが広がっていく。そしてすっきりシャープに口の中で溶けていく。はい、カット。はい、カット。はい、カット。だけど気持ちはあげあげ上がる。よーい、せーの。あ、出す。口どけ優しい。濃厚なミルクのコク広がる。切れよく甘み消えてゆく。やみつき。ほら、あ、いけず。ありがとう。横浜くん、ウェルカム。これでいいか。はい、せーの。そのダースは優しい口どけ、濃厚なミルクのコクが広がり、甘みがきれよく消えていく。どんだけ上がる。私の食べる。ゆかまくん、おいしい、おいしいよね。ウェルカム。ありがとう。おはようございます、カジと申します。よろしくお願いします。はい、トラックに、はい、よーい、スタート。そのダンスは優しい口どけ、濃厚なミルクのコクが広がり、甘みが切れよく消えていくのでした。声はカジユウキでした。どうもどうも。ありがとう。それちょっとつけて、よーい、スタート。サービターの出せキックオフだ。まずは魅惑のマーベラスな口どけで始まりました。おっと、2列目からカカオの華やかな香りと程よい苦みがファンタジックに広がっていくと思ったら、すっきりシャープに溶けてからのゴール。とろける広がる癖になるダース。ちょっと喜んでる。それで行こう。はい、4番。よーい、スタート。そのダースは優しい口どけ、濃厚なミルクのコクが広がり、甘みが切れよく消えていくの。あー、とろける広がる癖になるダース。悪い人。ムービーの方は横浜さん、撮影すべて終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、僕がダースを食べて、それに合わせて皆さんが、その実況をしてくださるんですけど、なんていうんですかね、すごく斬新で面白い撮影だなと思いました。楽しかったですね。なんだろう、演出家の方とかもね、割とこうラフにいろいろこう聞いてくれて、なんかね、バランスよく楽しくこう相談しながらね、はい、できたっていうのが良かったですね。うん、そしてその演出の方が、なりきってくださるんですよね。そう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 。だからやりやすかったね。はい。まあ本当にそれぞれ各ジャンルで活躍されている方々がその個性を生かして、ダースの魅力を伝えているところかなと思います。はい、僕のお気に入りはですね、このいちごのダースです。個人的にいちごが好きなので、すごくこのダースが僕は、まあ、どれもすごく魅力的で美味しいですけど、うん、一番好きです。はい、ちなみに IKKO さんは、うん、もう、うん、この中で、はい、私もね、はい、気が合うなと思って。私もイチゴだった。なんかイチゴ良かったですね。美味しいもんね。美味しいですね。うん、
一個さん今寄せてきましたよね。寄せ寄せるまあだけど本当にイチゴ美味しいですよね、はい、なんかね。高さんはすごく丁寧な方というか、まず最初にご挨拶した時にプレゼントをしてくださって、はい、で直筆 の, あ の, もうあの控室で行って 見させてもらったんですけど、はい、メッセージでよろしくお願いしますっていう、はい、なんていう丁寧な方なんだと思いましたし、あとその今回 の, その CM がより良いものになるようにすごく提案してくださって、本当に IKKO さんのおかげで面白くて、そしてダースの魅力が伝わる素敵な CM になったと思うので本当に助けられました。とんでもないです、本当に。あ、でも変わらず本当に魅力あふれる方だなっていう印象です。嬉しいわ、はい、ウェルカムウェルカムちょっとねウェルカム言うよねそうだ私ね、最初はじこいっていうんですか、略して言うとね、はいはい、私見させていただいたんですよ、そうするとなんてね、なんだろう、綺麗だな、綺麗な人なんだなと思ってね、最初は見てたんですよ。だけど演技ってテレビの場合とか舞台ってそれぞれ違うじゃないですか、はい、だけど本当にね上手だなと思って、自然に本当に日常的に私たちがね引き込まれていくような感覚っていうんですかね、ナチュラルさがすんごい、なんかが本当に上手だなと。ナチュラルにやるのって難しいじゃない、こう大まめにやるのってね割とできやすいかもわかんないけど、日常生活とまるっきり同じ感覚でドラマを見せていくって多分難しいことじゃないかなってすごく思っちゃう、私たち掛け合いって、はい、私ドラマができるわけでもないし、だから掛け合いってとても難しいんですよね、タイミングがね。そうですね、タイミングが難しいよね、難しかったですね、だけどその時にもう自分のこと精一杯だから、掛け合い、どうしようどうしようってドキドキしてたんですけどね、すごく優しかったから、入り込みやすかったですね。ちょっとこういつまでもずっとこう緊張をね、する間柄だとなんか難しい、ね、そうですね、今回の撮影は特に、だけどそういう意味で割とすぐこう否定系じゃなくって割と目が肯定してくれたのでね、やりやすかったです、私は本当に。でもそれは本当に IKKO さんの人柄のおかげで、もう横浜流星さんをこう IKKO さんの言葉でイメージを表現すると何ですか、ね、IKKO語で言うと、王子様王子様のような感じかな、王子様っていうのがなんかこうあれね、こういう王子様のオーラがこうわーっとね、だからあの時のこういう役柄はまた王子様と逆じゃないですか、はい、だからその中でもこうオーラ感っていうのは断絶でしたよね。今日こう見てもやっぱ王子様のわーっとこうオーラがすごいなと思った。そのオーラっていろいろあるけど、なんか綺麗なこう澄んだオーラがいいですね。ありがとうございます、ね、なんかそういう感じした。横浜さんはこう間近でこう一行語がもう一行ワードがこうどんどん聞けたじゃないですか、はい、生で、はい、いかがでした。いやもう本当にテレビで拝見させていただいてたものを間近で聞けたすごく嬉しかったです。ありがとうございます。で、監督からも、はい、横浜さんやらされてましたよね。いや、もうでもあれはもう結構自分から行きました。嬉しいわ。ありがとうございます。僕は今ドラマの撮影をしてまして、まあ、結構役に引っ張られることが多くてですね、今回結構こう人を観察したりとかその分析したりする役どころでもあるので、日常生活でもこう結構人を観察したりとかしちゃってますね、はい、改めてなんかこう手話のね歌謡曲っていうかね、今あこさんのね、はい、歌がすっごい、あ、なんか古い日記っていういい歌だなと思いましたね。なんか気が付いたらこう口ずさんでるような感じです。大好きでね。
皆さんこんにちは、横浜流星です。イコです。どんだけ私たちはこの度ダースの CM キャラクターとして CM に出演させていただきました。 CM 撮影いかがでしたか、IKKO さん。流星くんとですね、共演できて幻じゃなくて現実ありがとうございます。皆さんそれでは CM をご覧ください。どうぞ。